皆さんこんにちは、アミです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は前回このようないちごの帽子を編んだんですけれども、いちごの帽子につけるこのいちごのお花を編んでみようと思います。帽子の編み方は概要欄の方に貼っておくので、そちらからご覧ください。このつけるお花、いちごのお花ですけども、こんな感じで花びらは6枚編んでます。前回編んだ帽子のこの耳当てのところにつけてあげる場合は2枚編んで、この耳当てはそのまま残して、この前面だけよく見えるように前面に持ってきても可愛いですし、上のヘタのところにこんな感じでキュッとつけてあげても可愛いです。お花があるだけでぐんといちごらしくなってくると思うので、今回はこちらを編んでみようかなと思います。今回はダイソーさんでいちごのお花に合いそうな白と黄色の糸を見つけたので、こちらの糸で編んでみようと思います。コットンヤーンのカモミールとコットンヤーンのカナリアイエローです。使用目安のかぎ針は3号とありますので、かぎ針は3号を使用して編んでいこうと思います。使用する材料はこちらに一覧でまとめていますので、またご確認ください。まずは中心の黄色の部分から編んでいきますので、こちらのカナリアイエローから使って編んでいきます。まず輪の作り目から始めます。人差し指に1、2回巻きつけて、左手で持って一度糸を引き抜きます。これで輪の作り目ができたので、次はこの輪の中に細編みを6目編み入れていきます。まず鎖編み1目で立ち上がってから、輪の中に細編みを1目、2目、3目、4、5、6目、6目編めました。そしたら一度この輪を中心を締めていきたいので、キュッとこの糸端を引っ張ってキュッと絞って、でこの動いた方の糸を引っ張ると中心が締まったら、最初の細編みの頭、ここですね。これは立ち上がりの、鎖編みなのでこっちです。ここに針を入れて引き抜きます。これで細編み6目編めました。これが1段目になります。続いて2段目ですけども、2段目はこの前段の細編みのすべての目に細編みの増し目をして編んでいきます。鎖編み1目で立ち上がってから、立ち上がりのこの目に細編みの増し目をします。1、2、前段1目に細編みを2目編んでいます。次隣の目に移って、この目にも細編みを2目編みます。1、2、隣に移ってここも2目、このように全ての目に細編みを2目ずつ増し目をしてでいきます。前段が6目だったので、2段目は全部で12目に合
合計12目になります。1周編めたので、この最初の細編みの頭に針を入れて引き抜き編みをして2段目終了なんですけども、その前に今度は花の花びら白い色に変えて編んでいくので、こっちの白の糸に変えていきます。新たに白い糸を持ってきて、そして白い糸を引っ張って、ちょっと引っ張ってあげて、これで2段目が終了です。黄色い糸はもうこれで終わりなので切ってしまいます。3段目からは花びらを編んでいきます。まず鎖編み1目で立ち上がって、先ほどの白い糸の糸端も一緒にしながら、最初の目に細編みを1目編みます。まず細編みを1目、そして次は鎖編みを1目編みます。鎖編みを1目編んでから隣の目に移って、隣の目にここの目に長編みを3目、同じ目の中に長編みを3目編み入れます。編めたらまた鎖編みを1目編んで、そして隣の目に移って、ここの目に細編みを1目編みます。これが花びら1枚分になります。なので、細編み1目、鎖編み、長編み3目入れて、鎖編み1目で細編み1目という形で花びらを最後まで合計6枚編んでいきます。今もう細編みを1目編んでいるので、次は鎖編みを1目編んでから、この隣の目に長編みを3目、すべて同じ目に3目入れています。3、そして鎖編みで隣の目に細編み、最後まで飛ばしますね。3目編めて、そして鎖編みを1目編んだら、この最初に編んだ細編みの頭のところに引き抜き編みをして、これで終わりです。でちょっと間が空いてたりするので、この糸を引っ張ってあげて、糸始末もしてしまって、これで完成です。編んだ帽子の方につけてみようかなと思います。せっかく耳当てを作ったので、耳当てのところにつけていこうと思います。ちょっとこの辺りで縫わなくて
てもボンドで貼ってしまってもいいです。念のため縫い付けておきます。じゃん。耳当てのところに両方お花をつけてみました。鼻のサイズ測ってなかった。お鼻はだいたい最大4センチですね。お鼻自体はとても簡単に編めるので、ぜひ帽子と一緒に編んでいただけたら嬉しいです。次回はこのいちごのお洋服を同じ毛糸で編んでみようと思います。後ろはボタンで留めています。毛糸の色を変えればキャミソールとなんかタイトスカートみたいな感じで普段のお服にも使えるかなと思うので、また次回もぜひご覧いただけたらと思います。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。